上がっていこうとするのが12番のチェス、その後には8番のクラウンロマンが続いていって、後方は9番のサマーサプライズと11番のダンツブレイブです。第3コーナーカーブ600を切りました。先頭は1番のカズマペッピーのリード、体半分から4分の3馬身開いていきます。追っている5番のティーコア、差が開いてきた。外から3番のモルゲンロート、3番手から2番手に並んでいきます。その外に4番のロバストミドルが上がって、もう先頭まで2馬身の位置、4番手外、インコース6番のリンガスビグラス、第4コーナーをカーブして直線コースに入ります。先頭1番カスマフェッピーのトライリデル、3番モルゲンロート並んでかわしていきます。その後3番手争いは、外から10番のオースランドボーイが2番手を伺うか、一気に先頭に立つ勢い、粘っているモルゲンロートをかわした。10番ノースランドボーイ先頭、3番手4番ロバストミドル、先頭10番のノースランドボーイ合理、2着3番モルゲンロート、3番手に4番ロバストミドル。6番ワンダーバローレ、各馬3、4コーナー中間かわして、8番のエンドレスシャイン上がります。2馬身がいて1番のヒルンブレイド、外は9番サンライズウェイ、最後方わずかに2番のブルームーンです。第4コーナーカーブに入りました。先頭7番のエルフィンコーブ、第4コーナーから直線に入って1馬身リード、15番クリノシャンボール、2番手坂を上がります。さらに外は16番オンリーワンスター、そして14番ファミリーソーナー、横に広がっている。最内を狙って4番タガノビッター追い込んで、馬群の中は13番アードラー、200を切りました。先頭は7番エルフィンコーブ、1馬身リード、15番クリノシャンボール2番手、そのうちから4番タガノビッターを追っています。3頭の争い、粘る7番のエルフィンコーブ、15番クリノシャンボール、この間4番タガノビッター、エルフィンコーブ氷、エルフィンコーブに鈴鹿ウラノス、3コーナー手前です。あと8番ハイボルテージ、11番ノワールギャルソン、わずかに最後方は12番の第一ビルデ。3コーナーのカーブへと入ります。前は入れ替わりそうです。今度は先頭13番クラシコ、早くも先頭に変わるか。内で15番パレスハングリーが抵抗。3、4コーナー中間残り400を切ります。3番手がブレスアロット、エーシンビジョン、ここも2頭並んで、5番手グループ大外からは14番のコスモボアソルテ、4コーナーから直線です。先頭は13番のクラシコ、リードを広げられるか。2番手から並んできた4番のエーシンビジョン、200を切りました。1番のディアコンチェルトが外へ切り替えて、3番手から前の2頭に追っている、100を切りました。先頭4番のエーシンビジョンに代わって、食い下がるクラシコに接近ディアコンチェルト、先頭エーシンビジョン合輪。軍の中、外は5番のウィン・インスパイア、現在最高峰4番湘南バッハですが、ほとんど差がなく前半 1000m1 分1秒台半ばで通過しています。1番ダノンメジャーリード、再び1馬身と取って3コーナーを目指していきます。2番手3番マイネルハニー、どこで差を詰めていくでしょうか。600を切ってペースが上がります。3番手2番リーサルウェポン、その後7番マイネルロブソンが4番マウントロブソンが4番手、4コーナーのカーブへと差し掛かります。マイネルディーン、その後からはウィン・インスパイアも押しています。湘南バッハ最高峰。4コーナーカーブから直線。今度は3番マイネルハニーが先頭に変わって直線コースの攻防。食い下がるダノンメジャーに、外から7番のマウントロブソンが追ってくる前3頭。さあ3番マイネルハニー、1番ダノンメジャー、そして7番のマウントロブソン、内から4番の湘南バッハも猛追。マウントロブソンだ、ゴール。